演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。こちらファミリーマートのファミチキン柿の種梅味を食べたいと思います。確かこの前スッパムーチョとポケチキがコラボしてましたけど、今回はファミチキの柿の種なんですね。でまた梅、これも甘酸っぱいのかな。ではいただきます。いつもより衣が増やしているというからよくも悪くない。柿の種がまぶされていることによっていつものファミチキに比べると衣が分厚くてザクザク食感も増していましたね。ただちょっと食べづらさも出てきてしまいましたが、でもザクザクとした音はちゃんとありましたね。そして中の鶏肉はポケチキの時と同様にほのかに梅の酸味が来るくらいので、そんなに酸っぱいっていうほどでもなく食べやすい酸味で美味しかったです。やっぱり鶏肉と梅って相性いいですね。そして外側の衣のザクザク感も良かったんですが、ちょっと食べづらい部分がありましたのでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編にパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。